どうもです、赤森です。今ちょっと緊急でね、動画を回してるんですけど、これ、何？これ何すか？ FPS で使える亀ボイス。でね、これプレビューからしても、すごいまがまがしい。なんやろな、これ。無料ホラゲー、安物のこのチープなホラゲーみたいなね、パクリゲーみたいな安っぽさが出てるんですよ。なんか俺さ、野獣先輩というか、フリー素材化してるよな。でね、ちょっと実際にインストールしてみたんすけど、おー、これさ、相当な俺の視聴者っていうかファンじゃない？だって俺の動画をさ、昔から見てないと、語録作りなんかできんわけですよね。実用語集って何これ？あ、ブチブチにするぞとか。はいはい、これね、これね、お決まりのやつね。ほら、いけっすよ、ごま。お、ナイスナイスナイス！ケツ穴いくよ。これ、いつ言ってんこいつ。よう作ったな、こいつ。心配！この度は本当に申し訳ございませんでした。雑魚ガニ行くよ。貧血行くよ。寄生虫。ちょっと待って、こんなんいつ言った？おほー！うわー！おーほー！どう探してきたのこいつ、よう集めたのお前。しかもこのようわからん衆って何？覚醒ってつけんなよお前。近所のおばあさんのおまんこの陰謀並みにやばいわ。中学校の頃思い出すからやめてくれほんま。これは勃起止まらんで今。金玉、金玉、プルチンです。What the fuck?めちゃくちゃやな、もう。で、しかもさ、ちょっと一番腹立つんが、この実用煽り語録ってやつ、ちょっと加工されてるよな。これさ、15歳ぐらいの顔なんすけど、これ確か高校行きながらアルバイトしてたやつなんすよ。男の子の心が、こう、わしづかみっていう。あ？あ、やりますね。おもろ！いつ言ったこんなん。いいぞ、これ。君ちなみに何歳なんすか？ほんま丸キャラ。しかもなんかセリフのところから再生モードっていうのがあって、あ、これでそうか、すごい、これ動画飛ばさない、すごいな、これよう作ったね。あ、なるほどな、この場面でまあ押したら、このいいぞこれとかっていうのを押したら、ここでこういうことを言ってますよとか、そういうものが見れるのか。でね、開発者の X アクがこれなんですよね。いかにも怪しい。てかこのフォロー中って誰？あ、なんか俺フォローされてる。このフォロワーって何これ？ちょっと待って、こいつな、これな、怪しいやつじゃないこれ。あ、これなんかいや、違うな、 COD 会話の誰かじゃないな。こいつの正体誰？ほら、こいつが作ってるんですよ。でね、3月の9日にこんな感じにね、彼からなんか DM 来たんすけど、この人普段から俺の動画見てくれてる人なんかな。で、ほら見て、課金要素は一切ございませんので安心してくださいとか。お待たせしました。カメさん、アプリがリリースされました。これ初めてのアプリなんやん。すごいな、初めて利用こんな作ったね。他のアプリとは比べてクオリティは劣り、ツッコミどころ満載ですが、よろしくお願いします。そう。はい、嬉しいです。そう。まあ、じゃあ俺の方が嬉しいねんけど、こんなもん作ってもらって。俺、ブスすぎんこれ。なんかちょっと加工されてるよな。加工されてこれと信じたい。15の頃の俺ってこんな感じの顔な。誰？誰やお前。誰やったっけ？オーバーウォッチにさ、こんなハムスターおったよな。ハモンドやったっけ？てかね、この人の怖いところが一つあって、これ見て、この人の多分これね、使ってるスマホやねんけど、ホーム画面見といてな、ほら。ちょっと待って、狂気地見てない彼。大丈夫？ほら。ホーム画面がね、くっそ怖いんよ。大丈夫かこいつ。なんか変な、なんか病にかかってない？そんなことない？なんかちょっと話聞こうか。まあてな感じに、これ、アンドロイドやったらないっぽいよね。iOS オンリーなんですけど、評価がね、3.8 なんですよね。誰か俺のアンチがちょっと低評価してやる、これ。まさか。しかも年齢が17歳っていう、そんな俺危ない存在やった。ちょっとみんなもこれ良ければやってみて、俺ちょっと星5押しとくわ。で、もう一つね、これ、超滅っていう、APEX とかのイベント、なんか有名な、こう、バッカでかい、イベントとかを開いてるね、ところなんですけど、これでね、なんか DM でお前ハブられてるぞっていうね、DM が、わざわざね、お前なんか、うわ、お前なんかハブられてやんのみたいな DM が来まして、言わんでね、いちいち。で、これっすね、コットフェスっていうやつなんですけど、ちょっと待って、シャカさん、ボドカさん、アブさん、これ荒野行動の人やんな。で、ヒイラギミユさん、ジャンヌさんとか、DJ さん、おー、まあ、名だたるメンツですよね。で、モバイル、コットモバイルからは IQ さん、IQ さん、IQ だ。
あとは、ロクターさんとか、桜餅さん、夢が呼ばれてるの。で、あとポンタさんでしょ。おー。え、しかもさ、これ、え、ちょっと待って。ドッキロさんもおらんくない？ハセシンさんもおらんやな。ちょっと待って。正統派実況者である、俺が、この中にいないっていうのは、ちょっとおかしいよな。だって、ハセシン、ドッキロ、カメ、この三大巨頭が、いないっていう。まあ、俺はちょっと、場違いかもしれないんですけど。あ、これあれか。ハセシンさんは一応、続報でお待ちってやってるんで、多分、ハセシンさんは参加すると。で、しかもさ、この引用をツイートに、お見て、カメ呼ばれてないのくさーとかもね、わざわざメンションせんでええねん、みたいなね。俺さ、なんでまた俺あぶられてんの。もうあぶられ続けて3年間、なんでいつも俺だけ。あ、でもね、一応招待はされてるんですよ。こんな感じになんか DM で来てて、いろいろ、これどうですかみたいな、あーみたいな感じで来てて、ほら、おい、神やんねえか、お前、うるらや、みたいな感じで来てて。でさ、よく実況者のコラボとか、まあ、主にコットモバイルのコラボとかで、うわ、亀だけまた呼ばれてねえとかよく言われるじゃないですか。でね、これね、正しくは、呼ばれてないではなく、呼ばれたけど、まあ、誘いを断ったが正しいんですよ。よくなんかイベントでさ、うわ、亀またハブられてるとか言われるんやけど、呼ばれてるから、君らとは違って。でも、こういうイベントに呼ばれてはいるけど、リアルの誘いには全く呼ばれてないのは事実ですね。なんかね、同窓会みたいな、中学生の同窓会、なんか小中ってみんな大体同じじゃないですか。高校からこう分かれていくみたいな。で、小中の仲いいこう野球部の同窓会みたいなあったんですけど、なんでか知らんけど、俺だけハブられてて、あの、インスタのストーリーとか見たらみんなこんな、やってましたね。まあ、俺、まあ、YouTuber だからね。腫れ物か俺は。で、これね、なんで俺は、こういうのに参加しないのかっていう。まあ、これだけ、言えないものも当然あるんですけど、ちょっといくつかあってですね。まず一つ目ですね。COD Warzone Mobile のことを、ネガキャンしまくってるから、俺が COD Warzone の、そのイベントに出たら、うわ、ネガキャンしまくってたカメやとかって言われて、バシバシに叩かれる可能性があると、もうコメント欄で袋叩きにされるっていう可能性があるんですよね。なんかカメってあいつさ、なんか COD ウォーズモバイルのことをなんか悪く言ってたのに、なんでこういうイベントには参加するんかなみたいな感じのこと言われるじゃないですか。で、三つ目なんですけど、俺、ハセシンさんともし同じチームになったら、この前ね、ハセシンさんが炎上した時のことを取り上げて、まあ数字稼ぎというか、ネタの足しにしてしまったじゃないですか。ああいう動画出してしまうと、やっぱ、ちょっとハセシンさんともし同じチームになった時に、よし。おう、おう、かわいさん、お前の親の首カットしていくとかってもし言われるかもしれないんで、そういうね、気まずい雰囲気になる可能性もあると。じゃあ、そんな動画出すなって言われたら、まあ、それまでですよ。でなんですけど、これ引用リツイートでもあるんですけど、ウォーズオンモバイル盛り上げようとしてるのはわかるけど、今、ルーム90人以上入ったら、ほぼ格でクラッシュするから無駄でしかないよなって言ってる人いるんですけど、そうなんですよ。COD ウォーズモバイルって、サバ落ちがすごくて、実際に俺も動画、少ない動画撮影期間中でね、その COD ウォーズモバイルの動画なんて、そんな出してないからね。まあ、数本撮っただけですよ。動画撮影中に、2回は俺サバ落ちしてるから、結構な頻度でね、COD ウォーズモバイル、サバ落ちするんで、俺は警告しておく。なんかすっごいこう上から目線なんですけど、いや、お前なんてね、ただ単純に、うわ、すごい楽しそうとかっていう立場なんですよ、俺はね。こんなもう教室の端っことかじゃなくて、廊下から、うわ、すごいみんな楽しそうだね、みたいな感じに見てるぐらいの立場が言うんですけど、サバ落ちしたらもうほんまに、COD ウォーズモバイルは永遠、モバイル FPS 業界で、まあ、シューティングゲーム界隈でネタにされるであろう。そうなんよね。やっぱこんな力入れてくれるのにサバ落ちしまくったらもう未来はないと断言できるとか、今回のこのコットフェスってボドカさんとかシャカさんとか、もうゲーム業界ではもうかなりの大手のね方たちが参加してるじゃないですか。で、そういう露出度っていうんですか、おそらく今回の配信も同説5000とか、同説まあ1万はないかもしれないけど、いいところまでは行くと思うん
んですよね。そんなビッグイベントで配信中にいきなりバグが発生したりとかサバ落ちが発生したら、まあとんでもないことになりますよね。おそらく X のトレンド入りするぐらいにまで発展するんじゃないかなと、その騒ぎはね、なるんじゃないかなと思ってます。